こんにちは、とりこです。今日はね、100円ショップで買ってきたものに関してちょっとね、書いていこうかなと思います。とっても綺麗なパッケージですよね。びっくり。で、先ほどこちら100円ショップで買ってきたトレイに全部出したところなんです。結構いいですよね。深みもあって使いやすそうって感じです。使う紙はこちらですね。ビファールの10目になります。こちらパッド式になっておりますので、剥がしやすいです。で、この筆なんですけれども、ちょっと先日 SNS の友人からこんな筆があるよっていう風に言われまして、セール中だったんで買ったんです。これ2万5000円が3000円だったんですよ。びっくりですよね。ラッキーでした。ありがとうございます。本当に。で、ちょっと緑から塗っていこうかなと思います。と比較でビファールと100円ショップで買った画用紙など収録していきたいなと思うんですが、今回はちょっとビファールだけでやっていきます。結構綺麗な緑ですよね。緑っていうか黄緑ですね。グリーン系は綺麗ですね。びっくりです。この100円でこのクオリティっていいんじゃないですかね。これもビリジャーに近い色で、とっても明るくて綺麗な色ですね。これで色沈みがなければかなり完璧かなと思います。これで100円っていうのはすごくいいんじゃないでしょうか。で、次はブルー、青ですね。こちらどうでしょうかね。あ、結構綺麗な色ですね。なんか発色いいですね。やっぱりなんかこうびっくり、100円って侮れない。それでは軽く描くんだったらいいんでしょうかね。濃い青ですね。あ、結構これもすごく素敵な発色ですね。藍色と青の間な、本当の青ではないんですけれども、ちょっと濃い青でとても使い勝手の良さそうな青ですね。綺麗な感じですね。これ、今度は赤ですね。ちょっとピンクに見えちゃってるんですけれども、赤ですね。これも塗り方によってはピンクを表現できたりとか、できる表現の幅のありそうな赤ですね。チューブから出した色では真っ赤なんですけれども、色につけるとちょっとピンク系の赤みたいな、ちょっとローズ系が入ってますかね。すごく綺麗ですね。イエローもやっぱり発色がとってもいいんで、基本的な色味としてはすごく合格なんじゃないでしょうか。本当に100円とは思えない。これも本当に混色、今ちょっとやってみてるんですけど、なんかこのにじみとか混色の感じがとってもいいですね。でもし買うんであれば、
初めて、これいいかもしれないですね。100円の12色13色入って100円っていうのはとっても練習用にいいんじゃないでしょうか。始めていきます。
それでは長い動画になってしまいましたので、この辺にてまた次の更新よろしくお願いいたします。それでは。